いや、この話をするとしてもいいですか？この話をしてもいいんですか？私と千穂ちゃん、千穂ちゃんが C 席に座ってて、私が A 席に座ってたんですよ。新幹線で爆睡してて、お互い二人とも。で、私は爆睡してて、千穂ちゃんが私を起こしてくれたんですよ。こうパン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 ってバッて起きて、千穂ちゃんが、ねえ今どこだと思うって言ってきて、えみたいな、えみたいになって、千穂ちゃんももうこんなんでどこだと思うみたいな、もうなんかクイズ形式だったんですよ。どこだと思うみたいな投げかけられて、どこですかみたいな。で、もう誰もいないんだみたいな、私たち以外誰もいないのねえみたいになって、バーって言ったら発車したんですよ。そしたら広島駅っていうのが見えて、あと10秒15秒ぐらい早く起きていれば降りれていたものの、それでそのままプーって行っちゃって、で、え、どうするどうするどうするってなってだから広島がこう過ぎるのが見えて、広島駅っていうのが、でもパニック。タッチの差、え、何タッチの差って何ですか？タッチの差っていうのあとちょっとだった、わずか、そうなんや。え、そう、それですぐに連絡して、すいません降りてません、降りれませんでした、マジかみたいになって、え、一人、確かに私一人だったら、そう、千穂ちゃんが起こしてくれなかったら、多分私はどこまで行ってたのか分かりません。もう博多のもう終点まで行っていたかもしれないので、一瞬時が止まった、そのどこだと思うって聞かれた時に、え、千穂ちゃんも多分寝起きで、え、これどこみたいになってて、そうなんですよ、博多の終点まで行ったらちょっと大変です。もうね、なんかその後あの新山口駅まで行って、で、その折り返す新幹線が来るまで待ってたんですけど、その時間本当にもう二人とも、もうなんか意識がなんか言ってる感じの、もう本当にもうなんか会話がほぼなくて、なんかどうしようみたいになって固まってた。いや、これはやってしまったねっていう、そうです、そんなこともありました。その日はもう涙涙でした